新春恒例の出初め式が今月8日旭川市総合体育館で行われました。消防団や幼年消防クラブなどが一堂に集まりました。西川市長は去年の連続台風接近などにより市内や道内で大きな被害があったことをもとに消防行政をさらに推進したいと述べました。消防団長による決意表明です。地域住民の生命、身体、財産を災害から守るという使命をしっかりと胸に刻み、さらなる努力を続けてまいることを本日ここに固く決意しております。この後はカラフルな水を使った一斉放水訓練が行われました。消防隊員と参加者全員改めてどこでも起こりうる洪水や地震などに対する防災意識を高めていました。今月9日の成人の日、旭川市では2792人が大人の仲間入りをしました。やっぱり嬉しいですね。嬉しいです。ここまで育ててくれた親みたいな人になれるように頑張っていきたいというか、はい、私は親孝行をまずしたいなと。自立した大人になりたい。旭川市民文化会館では成人を祝う集いが行われ、西川市長は新成人へ自分に自信を持って社会で頑張ってほしいとエールを送っていました。新成人代表が大人としての決意を述べました。今日という日を迎えることができたのは私たちを育ててくれた両親、今まで共に過ごしてきた友人のおかげです。この先も感謝の心、成人としての決意を忘れず社会へ貢献できるよう精一杯努力することを誓います。レジ袋や包装紙などの容器包装の削減をテーマにした絵はがきを募集しています。対象は小学3年生から6年生まで。応募した方には特製アサッピーユッキリン缶バッジが当たります。詳しくは環境政策課までお問い合わせください。